炎天下のもと巨大な龍神が町を練り歩き、やがて池の中で勇壮に雨乞いを始めます。埼玉県鶴ヶ島市スネ織地区で4年に一度行われているスネ織雨乞い。江戸時代から伝わるこの習俗は、先人たちの切実な思いを今に伝えるべく、地域住民が一体となって取り組んでいる伝統行事です。昔は作物に水が欲しいっていうのが一番の本音。最近ではこのお付き合いというか親睦というか、そこへ参加する、それから練習会をやる人のやっぱり交流っていうのがね、これが一番続いてる原因じゃねえかと思いますね。中期から始まったとされています。土地の由来記によれば、稲に害虫が発生した年、村中総出で綱を作り、余興で綱引きをしお祓いを行ったところ、翌年は豊作だったといいます。以来旧暦8月15日の十五夜に、豊年満作、大漁祈願、家内安全などを願い綱引きを行ってきました。宮城県の沿岸部に位置する塩釜市。古くから海運や漁業で栄えた塩釜市は、日本有数の近海生マグロの水揚げ高を誇るなど、豊かな海の幸に恵まれた港町です。この塩釜市で毎年海の日に開催される塩釜港祭り、日本三大船祭りの一つに数えられるこの祭りは、2基の神輿が100隻もの大船団を従え海上を巡行する勇壮華麗な海の祭典です。塩釜港祭りは、海と山の恵みを生かしながら地域の魅力を発信している点が評価され、第19回ふるさとイベント大賞、大賞内閣総理大臣賞を受賞しました。戦後、町の復興と人々の心の回復を願い始まった塩釜港祭り。時を経て震災という新たな苦難をも乗り越えながら、塩釜の人々の願いと活力は未来へと受け継がれていきます。